はい。どうして小声なんだ。シッ、聞こえたら殺される。キーラと反乱軍に協力してる傭兵ね。そうだ、やっぱりそう。あなたの噂はたくさんあるわ。たくさんね。反乱軍のあの子にもたくさん秘密がある。知ってることがあるなら話せ。兵士たちに見つかったら殺されるわ。前に危ない目に遭ったの。市場の近くに家があって、もうずっと板で塞がれてる。こっそり中に入って、話はその後よ。変だな。家があるはずだ。物乞いに聞いてみよう。家が板で塞がれてる。ここだな。Κρέας γίγνεται φερκάκιον και πολλό κάκιον. Είδος πίσω του της. Για τον είναι σημαντικό να σου τα κάνω. Μίζεμε να χάει ο κνίκτερο. この女は殺されたんだ。そして尊厳もなく放置された。うん、当てないの槍先があばらに残ってる。血の足跡だ。子供のあの箱に隠れてたんだ。手紙が残ってる。ポダルケスからの警告だ。金を払って口止めしてたようだ。何についてだ。木の人形、母親と子供だ。片方には M、 もう片方には K の字が刻まれてる。他には何もない。あの妙な女と話そう。さあ、何を見つけた。死体だ。女の、アテナイの槍で殺されてた。他にはホダルケスからの手紙があった。誰かに話せば二人とも殺すと。二人とも。なぜ子供を。自分の子なら別だが。シッ、聞かれてるかもしれない。小声で話して。他に何があった。人形だ。 K と M の字が刻まれてた。 M は母親だろう。私の雇い主を聞いてきたな。 K の小さな人形。子供はキーラか。そうよ、つまり。誇りのせいで頭痛がする。教えてくれ。それでも反乱軍の救世主。先が思いやられる。子供がホダルケスの子で、それがキーラだったら。信じられない。ホダルケスはキーラの父親だってことよ、傭兵。そうか。あまり賢くはないようね。キーラに知らせよう。信じやしないわ。目の前で母親がアテナイ人に殺されたのよ。彼女は人生をかけてそれを支持した男を追ってる。でもキーラは神々に救われ逃げた。随分と詳しいな。その場にいたのよ。私があの子を守った。アテナイ人たちが私を殺そうとしている隙にキーラは逃げたの。あんたも関わってたのか。私の名前はオトニア。ボダルケスの使用人だった。なんだと。キーラの母親は毎晩来たわ。子供が父親に会いたがってるってポダルケスに言われて追い返してたけど、何度も来た。それでポダルケスの手紙を届けたの。警告か。彼女は聞かなかった。ポダルケスの命令でまた家に行ったわ。アテナイの兵士と。キーラは
コダルケスが父親だと知るべきだ。だが証拠を見つけるまでは言えない。ある夜、家に女が来て、キーラに作った人形を渡すよう頼まれた。コダルケスが受け取ったならどこかにあるかもしれない。なんとも言えないわね。その人形を探そう。雇い主の正体が分かったわね。反乱軍も知るべき。人形だ。コダルケスが人形を持ってるなら、奴の家で見つかるはずだ。ここは警備が厳重だな。気をつけなくては。ダルケスはキーラが作った人形をしまってた。人形に刻まれた P は父親を表してる。キーラはこのことを知ってたのか。反乱軍も真実を知るべきだ。だが血を重視する者もいる。真実を知れば彼女を見捨てるかもしれない。キーラは？ああ。もう私が恋しくなったの？キーラ、あんたに話したいことがある。すごい顔。ずいぶんと深刻そうね。座ってワインでも飲むといいわ。悪いが、二人きりで話がしたいんだ。ついてきて。二人きりになったけど、話って何かしら？
なんて言えばいいか。フォダルケスはあんたの父親だ。一体何の冗談なの？冗談は言ってない。この場で切り殺されたいのかしら。ありえない。キーラ、残念だが。全てを奪われたのよ。どうやって知ったの？あんたの昔の家に行った母親のことは知ってる。今でも悲鳴が聞こえる。青い鎧と赤い剣の嵐が家に押し寄せてきた。母さんが流した血の上を走って逃げたわ。あそこにはそれっきり行ってない。行かなくてよかった。こっそり教えてくれてよかった。まだみんなには言えない。今はまだ。ねえ、そっとしておいてくれる？少し一人になりたいの。